よし。今回はですね、関東と関西同時開催ミーティングの方を開かさせていただきまして、またですね、ご協力いただきまして、関東の皆さん、関西の皆さん、ありがとうございました。まあ、この同時開催ミーティングっていうのにね、僕はちょっと意味があると思ってまして、やっぱ関東と関西、同じ日に、同じ時間帯に、まあ、場所は別々ですけども、やっぱカスタムしていきたい。ね、そのミーティングっていうのを同じ時間帯にやることで、やっぱこう気持ち的なもんですけども、つながってるっていう意味でこう同じ時間帯でさせていただいたんですけども、またね、ちょっと YouTube の撮影でご協力の方をちょっと皆さんしていただき、本当にありがとうございました。まあ、今回エムズファクトリーさん×豊かチャンネルでさせていただいたんですけども、関東で70台以上こう集まっていただきね、またね、本当にかっこいい車両ばっかり集まっていただき、本当にありがとうございました。まあ、今回ね、個人的にもね、どうなるかっていうのは不安でしかなかったんですけども、まあ、本当にね、エムズファクトリーさんの呼びかけや、まあ、個人的にね、付き合いのある、関東に付き合いのある方にちょっと声かけさせていただいて、まあ、遠い中ね、皆さん行っていただいて、本当にありがとうございました。いやー、でも圧巻ですよね、本当にね。こんだけね、同じ車種で集まるっていうのはね、なかなかないっすよ、マジで。70台っすもんね。で、人で言ったら100人以上の方が多分来られてると思うんで、本当にね、すごいミーティングになりましたよね。まあ、関西編もね、後日ちょっとアップするんですけども、関東と関西合わせて150台以上、同じ日に、また同じ時間帯に集まるってね、やばないっすか、マジで。まあ、まだまだね、僕のチャンネルはまだまだなんですけども、これからもね、皆さんと一緒にカスタム化楽しんでいきたいと思ってますんで、またね、今後新しい方、カスタムしようかなって思ってらっしゃる方は、ぜひぜひね、シグナス、もうこんだけね、輪がつながる車種っていうのは僕はないと思ってますんで、本当にね、カスタムパーツが多いですし、やっぱりこう、これだけ熱を入れられる方が多いっていうのが、もう答えだと思ってますんで、皆さんでね、ちょっとこう、一緒に、このシグナス業界、スクーター業界を盛り上げていけたらなとは思ってます。まあ、今回ね、関東の集まりに来ていただいて皆さん、本当にありがとうございました。今後ともですね、また豊かチャンネル、エムズファクトリー、まあ、いろんなチームありますけども、皆さんでね、楽しく仲良く、ちょっと盛り上げていきたいと思ってますんで、ぜひぜひですね、ご協力の方、よろしくお願いします。まあ、動画の中で申し訳ないんですけども、本当にね、来ていただいた皆さん、またですね、撮影協力していただいた皆さん、エムズファクトリーの皆さん、関係者の皆さん、本当にありがとうございました。
間閉めます。あとはもう